回ドアップでごめんね。さっき録画したんだけど、チュートリアル最初の半分レコードしてなかったみたいで、最後の半分はレコードしてあったのね。なので最初の半分をもう一回やりましょう。で最後の半分はこさっき撮ったやつをアップする。 Anyways、 でリキッドアイライナーのチュートリアル、よく聞かれるんだけど、どうやって弾けるのっていう質問がいつもあるんだけど、とりあえず慣れなのね。結構慣れ、私も何年これ使ってるか覚えてないんだけど、リキッドアイライナーなんだけど慣れです。なのでみんなも練習して、暇な日とか休みの日とかどんどん練習して少しずつ慣れてくるといいと思います。あとは、最初の頃マスカラ塗ってからアイライナー、リキッドライナーやってたんだけど、マスカラこうやって塗るじゃん、OK、塗ってない状態だったらなんか柔らかくて、リキッドライナー塗るとなんかめちゃくちゃになったりとかするような感じだったのね。それでマスカラ塗ってからやると、なんかマスカラでまつげが硬くなるじゃん、こうやって。でその上にリキッドライナー塗った方が楽だったの最初は。なのでそれもしかしたらそれをやってみて、そっちの方のやり方がいい人はそれでやってからどんどん慣れてきたらマスカラ後にして、最初はリキッドライナーやってからマスカラできるようになると思う。 Anyways、 じゃあいろんなやり方があるんだけど、一番簡単なやり方、少しずつこうやってピッピッピッってやるやり方ね。でごめんね、超アップするとブレるからさ、ちょっと離れる。で最後真ん中からやるか、こっちからやるか、どっちでも OK です、自分が好きな方。じゃあこうやってやるでしょ、ちょっとだけつけた、でちょっとだけつけた、でできるだけまつげに近くやれば OK です。でその後に中の方から、でたまにまつげが邪魔なんだけど、まあ、できるだけまつげの線の近くからやって OK は OK です。で鏡を下にしてこんな感じで、こうやって下向いてみた方がやりやすいと思う。でもし失敗したりとかしたら、練習の時まだアイシャドウとか塗ってない状態、練習ね、そしたらQ-tips 綿棒で拭いたりとか、失敗したところ拭いたりとかしても OK です。で太くしたければその上にもう一回やって、どんどん太くするみたいな。でキャットアイメイク、キャットアイアイライナーのチュートリアル前にやったので、リンク下の方に載せておきますので、そっちの方キャットアイの詳しくやってるけど、これは塗り方だけね。はい、じゃあこのチュートリアルの後の半分、さっき録画したやつをどうぞOK。 でよく聞かれる質問なんだけど、アイライナーとかマスカラが下の方にスマッジってなんだっけ、日本語なんかクマみたいになるやつになっちゃうんだけど、どうしたらいいのっていう質問よくあるんだけど、OK、 ウォータープルーフ、もう日本湿気がすごいからこれからもね、なのでウォータープルーフの方がいいと思う。でウォータープルーフ使ってもそうなっちゃうっていう子、とりあえずブランド変えてみてもいいんじゃない。あとはベースメイクとか、なんだっけ、こういうの、アイシャドウベースをつけてパウダーとかでやって、この辺ね、全部じゃないよ、この辺なんかアイライナーとかまつげがつくところ、例えば私のまつげこの辺で終わるじゃん、でこの辺までにつけとくとか、でパウダーつけて、なるべく、もしかしたら自分の肌がオイリーだから、オイリーになるとこのマスカラとかもついてさらにスマッジになっちゃうので、なるべくそういうアイシャドウベースとかパウダーがウォータープルーフとかの方がいいと思います。で
でもしそれでもどうしてもダメだったらブランド変えてみて、どっちがいいか自分でいろいろ実験みたいに試してみてもいいんじゃない。でどのブランドが一番いいかというと分からない。ごめんなさい。私ウォータープルーフのものを使わないのね。で別にここについてもあんま気にしない、多分拭けばいいやみたいな話になっちゃう系なの。いや、でこっち別に乾燥してて湿気あんまないのね。なのでそこまでバッてならない。いや、あとなんだっけ。で日本で何が売ってるかとか何が売ってないかとかわかんないので、まあお互いコメントで誰かが質問してて、私日本に住んでないじゃん。で例えばなんとかなんとか日本でどこで売ってるのって聞かれても私わかんないじゃん、日本に住んでないから。でわかんないごめんみたいな、なんかちょっと使えない子になってんじゃん。で違う人がそのコメントを読んで、もしどこで売ってるか知ってたらお互いにコメントし合ってみてね、みんなで仲良くしてみんなでチャットしてみていいよ、別に全然ね。そしたらこっちも助かるじゃん、 こっちもおーみたいな感じになるし。前にもあった、なんだっけ、When cleansing conditioner 日本でどこで売ってるのって聞かれて分かんなくて、で多分ネットで売ってるっつって、でも違う子がなんとかなんとかのどっかで売ってるよっつって、あー優しい、ありがとう、超助かったとかって思って、その子がその違う子にコメントしてて、私超嬉しいみたいな。なので自分たちあね、コメント読んでお互いにコメントし合ったりおしゃべりして、もう全然 OK、 私ほんと構わない、なんかあまり申し訳ないとかそういうの思わないで、もうお互い毎回はい元気みたいな、なんとかちゃん元気とかってやっていいよ全然。あ、私そういうの読むのも楽しいし見るのも楽しいし、みんなで仲良くなってください。でインフォメーションをエクスチェンジ、あじゃなくて、とりあえずじゃない、何エクスチェンジ、あれ、お互いにインフォメーションを教え合ってみてね。もうダメだ、日本語何言ってか分かんない。 Anyways、 いや、こんな感じが簡単じゃないかもしれない、アイライナーチュートリアルです。リキッドライナーチュートリアルで本当に練習と慣れです。なので諦めないで、もしかしたら1週間でマスターできるっていう子もいれば、3年ぐらいかかる子もいると思う。みんなね、人間それぞれ違うので頑張って、yes. はい、じゃあまたね、バイ。終わり方。